じゃんけんのワンピースビオ。はい、A リーグが雨森さん、シーグさん、カーズ23さんでいいのかな。と、タイ、ウィリーグ、あー、カメスさん、ヨモ、ゼニギューさん。はい、3人ずつ2リーグに分けて、1位同士で決勝をやると思います。粛清する。まあ、三つどもえにリーグになっちゃったら、まあ、1回だけやり直す感じでいこうかなと思います。2回目は本数数える感じで。それでも分けちゃったら、まあ、じゃんけんしましょう。はい、1P 側、シグさんクレハー対して 2P 側守りさんがジャッジ。あー、このゲームはね、なんかブレブレで言うと CT の後期の頃にちょこっと後発にも実は設置されていた、ね、その時やってたメンツがなんか大体ここに見る顔な気がするんだが大丈夫か3年の時を超えて集まったそんな気もする。さあ、リードはシグクレハと、でっかい球作って、おお、これはなんかタッチっぽいのから浮かせて復帰借りに行く、地方に戻って、さあ、お互いブホーミングがなくてどうすんだこれ。中段ヒット投げ通ってホーミング回復、殺しきれない、どっか行ったあー、2ダメ中段。ほら、青いゲージは正式名称がわからん、 なんだあれはなんだあれはシステム名がわからん。青い方のゲージ、あ、ブライドゲージだ、レベルっつうか、下のヒートゲージみたいなのはフォースゲージっていうらしい。んレベル、あ、あれ、あ、あの上のあのハート、ハート名前載ってないよあ、あった、あった、エンゲージレベル、うん、エンゲージレベル、なるほど。ゲージがなんか、どちらものゲームは常に3個ぐらいあるような気がするのでね、えまあホーミングとか言ってくれば分かるけどな、大体。さあ、2本目リードしてるな、足をくれ、アドバで剥がして前へ行く、これ、うん、ダッシュ攻撃、切り際だった。さあ、1対1、お互いレベルマックス、おう、ジャンプ攻撃、直撃から浮かして、ペッペッペッ、おお、割と減る、お、結構減った、4割ぐらい減った、あの球硬いな、いや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 、さあ、空中から前に出て画面端、空中復帰、 このゲームってあこんなダウン取れないゲームだったっけ、ああそういうコンボもあるの、うん、なるほどね。おー、死んだんじゃないのこれ、クライマックスから、あー死んだんじゃね、あーどうも、おー残ったな、ここまでが言わせるか、死にもした、これ光ったらバーストできないのか確か。はい、じゃあ、雨森さん、あとカズさん、はい、ああね、なんかこのゲームなぜかネシカ台には珍しくネシカの本体設定とは別にソフトの方で2プレ設定がついている多分俺が知る限りセンサーもとこれだけ、まあどうせスタートボタンを押した回数で課金取れるんでハゲるんですけど私たちの邪魔はさせない、そうだね、まあ100円シューターしかなくても一応2プレ的な何かはできますよと、うん、まあ使わんけどな。さあ、シャッカシャッカしてるカズさんが、ダスク、赤目さんもダスクですよね、おお、ダスク2人いる、さあ、これを反撃入れて、
で、画面端、おーっとぞ、空中昇竜、昇竜、この弾が超硬かった覚えが本体に当たって消えて、あー一定距離から寄せつけない戦い方、下から出てきた、そこそこのダメージ取って、さあおー切り返して逆転、おーこれ割った、反撃できないなんか出たバカな、あーここさあ通者しゃがみかで突き刺して、まあザカンさんのダース開幕コアコアから埼玉設置して、ちなみにかぶせる、おお飛びかかって割と減る、割と減る、アムイを減って昇竜から叩き落として、投げておい上ででっかい弾作って、さあパルガリガリ奪っていく、消えない、弾が硬かった、はい、じゃあシグさんとカズさん、はい、じゃあ、リーグの決勝戦です。ワンピー側カーズさんの、ダスク対戦、ツーピー側シグさんクレハ、あ、先手はダスク、あ、端に詰めているか、ひっくり返す、とりあえず壁登って大きい球作る、これは総裁、球の強度が一緒らしい、ついていってこれヒットていうか減るな、あの球はダメージ結構やばいですね、単発9対9取って、さあ 2B ぶさず、さあ幽霊ダーシーいて、あ、これは落ちてこなかった、もう一回引っ掛けに行くが、これ見てて、おい、ワンコンボ、体力まくって設置設置、飛びかかっていく、下り中段よいしょ、あ、体力はほんのりダスクリード、おっと削れて分かんなくなった、あー、おー裏回って壊し暴れるが、これコムには繋げられず、バケン落ちて、あー残りタイムが5秒を切る、風体育削れるか、ニビサス、雨降らしていいの、どうしたそこね、あ、遠距離戦が続く、目さいて前に出る、勝利すかして、ジャブからコンボ、ワープ裏回り、あ、大きな体力リード、尾形が画面端、ちょっとワンヒット、これ落ちる、背面から拾って、ヒットの、これで1対1、あー、これ腹筋、うん、比較で安く済んだが、さあざっくりざっくり刺して髪端まで攻め込んでいく、ダスク掴んで、あー壁から脱出できない、
暴れていく。刺さる。ドット体力だが、あー、ジャンプ攻撃刺して、おー、ここで解放。あー、下がる。クレハ、とりあえずでかい球を作って、これヒット。さあ、レベルが3に下がる。一歩まだクライマックス残してくれは。あーっと、裏回りから下段刺さって、かーってあげれ、カズさん。はい、ウィーリングいきます。赤目さんとよも。かつてのガチで赤飯さん、楽に死ねると思うな。3年前の大会では相当吐かしまくってた覚えがあるんですが、どうですかね。あー、ヨモはちょっともいけそうなキャラということで、ドーンを選択。さあ、かぶせて一致設置から、ここでいくですね。上の方まで行って弾設置、早い。さあ、かして、おーっと、わけわからん。ネイビーを刺して上から設置してきて、振ってきて、汗打ち切るが、さあ、シャカシャカ登っていって、上の方から弾が降ってくる。タコも飛んできてるが、タコ潰す。一発で潰れるのか、あれ。レベルしながら、おっ、あー、残り少ない体力のドン、シャカシャカシャカ、スラスラスラ投げる。次は捕らえる。あ、派生から帰ってきて、おっと、これ引っかかってビーム、これ回避。ダクル回避、タコも避けて、さあ、これカウンター、よいしょ、はい、ビーム減る。クジット刺して、タックル移動手段、反撃で、これカウンター、さあ、ビーム刺して、これを解放。どうすんだこれ、あかんあかん、これあかーん。避けれない。失敗。はい、尾本ゼニギューさん、はいはい、出力の関係で、なんか昔の X ボード版よりネスカでやった方が微妙に発色がいいという話を聞きましたが、確かになんかそんな気がする。ちょっと画面切れ。さあ、タコが、タコがカウンター、地面に刺さるところ、こう浮いてるのか。さあ、このキャラなんかかなり残念という話を聞いたんですが、大丈夫ですかね。今のところ結構厳しい。それはちょっと、よいしょ、ボーン、さあ、流れた。小田子設置して、ボディプレス、で、ビーム直撃減る。バスター、バスター、
バスター。あ、なんか掴みにいったが、ここは処理打ってた。飛びかかっていく。タックル。からのおっと、バスタータックル。はい、じゃあ全員レギューさんと赤飯さん。私たちの邪魔は。はい、ウィーリーグ決定戦。サンディが赤目サンダースクツーピーがゼニギューさん。なんてキャラの名前、キャラの名前ピュア。ほう。あ、卵を追っかけてきて細かく固めていく。ここ暴れて割って、だが2ビーブさせ。シャカシャカシャカ。スイッチから。ガフェッチ。あ、まずは赤メス出して。あ、壁まで画面端追い込んでいく。あ、コアコアスラと細かく固めて。あ、罠仕掛けるこれヒット。壁中ビタンビタン倒伏していく。あー、くじ振る、これ打ち勝てない。はい、勝ち上がり赤飯さん。はい、決勝いきます。カズさんと赤飯さん。はい、決勝戦です。ワンピーカーは赤メスダスク、ツーピーカーはカズダスク。さあ、カーダスク、どうキャラ。さあ、ここ反撃2ビー取って、ここは設置から前に出る。2ビー刺して、さらに2ビー刺してめくって帰ってくる。弾落ちちゃってレベル同じなので詳細。さあ、ジャガ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 、体力リードは赤にしたすく拾って、ああ一本選手、2本目。さあ、これでブライドレベル追いついて、体力リード6割ほど。あー、このグライドレベル有利を使ってラウンド取りたいが、お、設置して打ち返す。お、雨降って、これカード。あ、弾がただヒット。あー、レベル差があるとかなり強度的には厳しいといったところ。だが端っこのワンチャンスは勝利かわしてる。中まで来てる。あ、飛びかかっていった。あ、優勝は赤飯さんのダスク、おめでとうございます。あ、案外進行が早いですね、こういう思ったより進行が早かった。そう、ガロもびっくりの速さでしたね。まあ、まあ、ワンチャンもう第2回があればきっとなんか誰か他にも来てくれると信じて、次は、ね、またあれば、あれ多分、まあ、あと1回ぐらいはきっとどこかでやりたいのでね、また、皆さんお願いします。
はい、むしろこのゲームの配信を十何人も見てたことに僕は結構驚きです。